俺はな、本を買うとまず結末を読むんだ。なんでかわかるか？読み終わる前に死んじまうと困るだろう。私が知りたいものは一つだけだ。それ以外はどうだっていい。あんたの探し物はこの中の誰かが持ってるはずだ。ベイリー・シュルツ、フリーの請負人だ。誰とも群れず常に一人。几帳面な男でな、毎晩同じ時間に同じ店で同じ酒を飲む。こいつはブルザ・ブッチャー。拷問から殺しまで金さえ積めば何でもやるイカれたやつさ。目があったって理由だけで両目を潰されたやつもいる。最後はこいつだ。バイロン・ドゥーカ、通称ソーニア。請け負った仕事は完璧にこなす殺し屋の見本みたいな男だ。この中で一番危険なやつは誰かってんなら間違いなくこいつだろうよ。受け取れ。いつもあなたのそばに。結末はもう知ってる。だが、まだ終わりじゃない。